はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションになります。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回はティグ溶接の裏発理についてです。半自動でも試したんですが、かなり長い動画になってしまいますので、半自動編はまたの機会に紹介します。今回 SS9mm を 1mm 残しで60度開削、これを完全溶着させるための裏発理です。超音波検査やレントゲン検査があるときはもちろん、完全溶着させなければいけない場面は様々です。こういった場合にどのぐらい裏発理をしなければならないのかを実際に溶接して解説していこうと思います。それでは行ってみよう。はい、では早速 SS9mm1mm 残し60度解析を溶接していきます。この60度解析をグラインダーで綺麗に早く取る方法に関しては別の動画で紹介しています。概要欄にリンクを記載していますので参考にしてみてください。はい、ではティグ溶接していきます。溶接部分などは6倍速でお送りします。両端を仮付けして溶接します。1層目が溶接し終わりました。一丁前にローリングしてますね。ローリングは慣れると早いので、まだローリングができない人は練習してみてください。はい、2層目も同じように溶接します。溶接電流は180アンペアくらいで、棒の径は 2.4 の棒で溶接しています。はい、2層目が仕上がりましたね。はい、次の3層目が仕上げになります。4層にはしたくなかったので少し無理やり仕上げた感はありますが、今回は裏発理の動画なのでよしとします。はい、ちなみに仕上げはローリングで溶接していません。 SS は焼けると滑るのでなかなか難しいです。このように溶接が終わりました。はい、実験的に切断してみます。後ほど断面の PT をしてみたいと思います。はい、今回はグラインダーで裏発理をしていきます。グラインダーでの裏発理は最初に薄刃で切れ目を 2mm 程度入れてから広げるように削ると楽に裏発理ができます。慣れるまでは薄刃を深く入れすぎないように注意して切れ目を入れましょう。ちなみに最初に使っている薄刃は 3M キュービトロン2の切断砥石です。次に使っているのがニューレジストンのカッティングホイールです。最後に 3M のキュービトロン2オフセット砥石を使っています。概要欄にそれぞれのリンクを記載しておきますので、よかったら見てください。解析を取るときに解析の裏側もほんの少しでもいいので面を取っておくと裏発理しやすいので覚えておいてください。ガウジングで発るという手もあるので、板厚を考慮して臨機応変に発りましょう。
溶接していない部分がなくなるまで削っていきます。はい、ここで一度どのくらいの深さなのかを見てみます。今2ミリぐらいまで削っていることがわかります。まだ線が見えているのでもう少し削り進めていきます。3ミリくらい削っています。少し線が見えますが一度 PT をしてみます。はい、PT が終わりました。未溶着部分がまだ残っていますね。さらに削り落としていきます。大きなタンクなどはなかなか大変な作業です。ここまで削ると大丈夫そうです。未溶着部分がなくなりました。深さを測ります。だいたい 4.5 ミリくらいです。板厚の半分くらいまで削っていることになります。切断断面も PT 検査をして確認してみます。血管の指示模様が出ていますがピンホールのように見えます。これは端から端まで1本通っています。軽くしか裏を掘らずにこの未溶着部分を残してしまうとどこからか内側の血管と違う場所での外側の血管がつながって漏れてしまいどこに血管があるのかわからなくなることもあります。つなぎの部分ではこの断面より未溶着部分が多い可能性も高いです。1層目はほぼ削り落とす感じで貼りましょう。溶接のつなぎなど深く削り落とした部分などはティグでだいたい同じ深さまで肉盛りしておきましょう。ピンホールの下に線が入ると思った方も多いと思いますが1ミリ残しの部分は溶接の縮みによって圧着されてて目では見えないくらいひっついています。目視で未溶着部分がなくなったように思えても掘り方が浅い場合は未溶着部分が残っているのです。9ミリの板ならだいたい4ミリくらいは削ると思っていいでしょう。意外と深くまで掘らなければならないことがわかりますよね。板が薄い場合はまた違うので削った後 PT で確認することをお勧めします。
はい、どうでしたか？意外と深くまで発らなければならないことがわかります。私の経験では刺しても同じような結果になります。 UT や RT はミスると大変ですし、何より血管はないに越したことはありません。溶接血管とはまた別の話なんですが、しっかり裏発りをしてから溶接し、お客さんにいい品物を納品しましょう。質問等ありましたらコメントしてください。この動画が参考になった方、チャンネル登録、高評価よろしく。